皆さんこんにちは。このチャンネルは一人でできるサッカーの練習動画を配信していきます。簡単ですが、僕のプロフィールはこちらです。ご覧の経歴で25年以上サッカーをしてきました。興味のある方は一時停止を押してご覧ください。今回の動画はこれからサッカーを始める人向けに基礎となるトレーニングメニューを3つ紹介いたします。まずはパスです。パスの中でも今回はインサイドパスを紹介いたします。インサイドパスは足の内側でボールを蹴り込むパスです。サッカーの試合の中で最も多く使われており、サッカーの基本となる技術です。はじめは止まっているボールに対して真正面から 2,3 歩の助走を取って蹴り込む練習をしてみてください。サッカーを始めて間もない人は足のつま先で蹴ってしまいがちですが、この動画のようにボールの芯を捉えることができず、まっすぐボールを蹴ることが難しくなります。では拡大して足元を見てみます。ボールを蹴る足の内側の前面が前を向いている角度に足を開いて、そのまましっかりと足を固定して、あとは勢いよく蹴り出します。スローで見ると、足の内側の前面がはっきりと前を向いていることがわかります。これが少しでも斜めを向いていたりすると、ボールはずれてしまいます。もう一つの大事なポイントは、最後までしっかりとボールを見ることです。初心者によくあるのは、ボールの行き先が気になってしまうあまり、足がボールに当たる前に顔が前を向いてしまうことです。それでは、ボールの中心を蹴ることができずに、例えばサッカーの試合に置き換えると、パスがずれて相手ボールになったり、パスが浮いてしまって、味方の選手が受けにくいボールとなってしまいます。最後までボールを見ること、特に最初はボールを蹴り出した後も足元を見つめているぐらいの気持ちで練習をしていただければ良いかと思います。続いてトラップです。トラップも先ほどのインサイドパスと同じぐらい重要な技術です。これも初めは足の内側にボールを当てて止める練習をしましょう。初心者の方は足の裏で止めようとしがちですが、慣れないうちから足の裏を使おうとすると、ご覧のようなミスにつながります。この動画をご覧の方も、一度は経験があったり、見たことがある光景ではないでしょうか。繰り返しになりますが、トラップも足の内側を使うところから始めてみてください。その中でポイントとなるのは、ボールが足に当たる際の力の入れ具合です。わかりやすく極端な例を映像に映し出してみます。まずは、速いボールが来ている場合です。速いボールが来ているにもかかわらず、足の力を入れてしまうと、ボールを大きく弾いてしまいます。これではディフェンスに奪われる可能性が高くなりますね。一方で、弱いボールが来ているにもかかわらず、力を抜いてしまうと、ご覧の通り、足元が窮屈になり、次のプレーに移りにくくなってしまいます。ボールのスピードに合わせて、力の入れ具合を調整しましょう。成功のイメージは、その場から、ちょうど半歩から一歩程度のところにボールが止まるイメージです。サッカーの試合で例えると、ディフェンスの足が届かない場所、かつ自分が次のプレーに移りやすいところにボールを止めることが重要です。最後はリフティングです。いきなりノーバウンドのリフティングをすることは難しいかと思いますので、まずはワンバウンドでリフティングをする練習をしてみてください。この練習で意識をするポイントは3つです。まず1つ目は、ボールに回転をかけないこと。2つ目は、その場から動かないこと。そして3つ目は、最低でも腰ぐらいの高さには
ボールを蹴り上げること、この3つです。一見簡単そうに見えますが、実際にやってみるとかなり難しいかと思います。この練習では、動いているボールの中心を捉える力と集中力を鍛えることができます。何よりボールさえあれば狭いスペースでも簡単にできるところがポイントです。これが確実にできるようになると、ノーバウンドのリフティングもすぐにできるようになりますので、ぜひトライしてみてください。いかがでしたでしょうか。本日は初心者向けということで、3つのトレーニングをご紹介いたしました。今回のトレーニングメニューをマスターできた方は、次のステップへ進んでください。頑張れ。現在オンラインレッスンも受付中です。皆様のお悩みに応じたレッスンをご提案いたしますので、ぜひご覧のメールアドレスまでご連絡ください。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではさようなら。